キチャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、ドラフト通信簿も終わりまして、はいはい、でもですよ、うん、入ってくる選手がいれば出ていく選手もいると。いるんですよ。しかもね、うん、プロ野球は70人枠があるんで、はい、70人しかチームに残せてないから、はい、結局70人ぴったりいて10人取ったら10人やめなきゃいけないからね。でそうなってきた時に、まあね、戦力外の人たちもいっぱい出ますけども、はい、今日のお題はこちら、はい、引退試合です。引退試合、はい、今年もね、結構もう行われましたね、まあ、松坂とかね、斎、はい、藤佑ちゃんもあるし、うん、あと長谷川とかね、はい、あと山井富士とかね、うん、中日もありますけども、うん、まあ、各球団ね、引退試合、はい、結構ありましたけども、うん、引退試合、うん、もう打たせる、三振する、やめましょうっていうところです。あ、確かに。あ、でも考えてみたら最近あんまりなんかこうわざと三振みたいなのってこう、うん、あんまり見ない気がしてきました。やっぱ最近はなんで見ないかっていうと、はい、やっぱクライマックスシリーズができてから、うん、消化ゲームが圧倒的になくなったんで、はい、そういうどっちもが消化ゲームじゃないと、うん、そういうわざと三振、わざとホームラン、わざと打たせるみたいなのは、うん、はい、まあまあなかなか難しいですね。うん、そうですね。そうじゃないと、うん、やっぱその一勝一敗でっていうのもあるし、うん、はい、でもっと言えばよ、うん、その前から、うん、そのもしホームラン打たれたら防御率は下がるし、はい、いろんなピッチャーの兼ね合いもあるわけじゃん。うん、わざと打たせてホームラン打たれたら、はい、とかね。バッターも、まあ、三振したら打率はちょっと下がるわけですよ。ピッチャーが引退試合だったら、はい、バッターもね、わざと三振したら打率が下がるわけじゃん。はい、だから要は自分の成績に携わってくるんだから、うん、まあそれはね、昔いい光景もあったよ、はい、鈴木健さんのね、うん、引退試合でファール村田が落とすとかね、わざとね、はい、逆にね、笹岡さんの引退試合でホームランをかかってたから村田がね、ホームラン打っちゃうとか、はい、でもこういうのが問題になるってことは、うん、そもそもそういう文化が根付いてるから、そういうのが、あれどうなんや、これどうなんやっていうのがなるわけじゃんね。そうですね。だってボビー来た時言ってたよ、はい、なんでわざと三振しなきゃいけないのって言って。でもこう今までの日本としてはちょっとそういうシーンが美しく見えたりとか、うん、そういうところもやっぱありましたよね、文化としてね、うん、あったけど、うん、もう時代も昭和から平成、うん、はい、令和に変わって、うん、やっぱ時代の変化とともに、はい、もうそういう引退試合、うん、もうわざと打たせる、うん、わざと三振する、うん、もうそんなのはね、やめようっていう、はい、でちなみに俺は2014年引退試合、はい、今年オリックス優勝しましたけど、はい、その年もオリックスが優勝するかどうかの優勝かかってる試合で引退試合になって、はい、ピッチャーは、吉田、はい、キャッチャーが山崎克美、うん、で引退試合、はい、ガチで攻められて、はい、三振です。うわー、そっかー。入る時に山崎が、さあさあ、ちょっと状況が状況なんで、うん、すいませんって、オーケーオーケー、分かってる、いいよ、はい、神経勝負やって言って、ストレートは高めしか投げられなくて、はい、あのストライクゾーンにまっすぐ0回、あと全部フォーク、はい、2打席連続三振。まあ、でもよ、はい、俺はそれでよかったなと思って、うん、なんかあの、まあ、打たせてくれたら打たせてくれたらでいいのかも分かんないけども、最後にプロとガチのガチの勝負ができて、うん、それで打ち取られても、そんなもう引退してから思うけど、あんなガチとガチのプロの勝負一生できないわけよ。そうですね。それをもう最後の最後でもう一回プロの球を見れて、うん、その中で自分がどこまでできるか、うん、で、まあ、打とうか打たまいが終わってプロの対決できたら、俺はそれで幸せだったから、うん、それでいいんじゃないのっていう中、今年もね、うん、あのやっぱクライマックスシリーズとか、はい、いろいろかかってる中で、うん、あの斎藤佑ちゃんの引退試合も、うん、はい、結果ね、わざと三振するわけでもなく、はい、フォアボールっていうところにもなったし、松坂の引退試合も今度も3割かかってるから、はい、その何年連続っていうね、うん、でわざと三振するわけでもなく、うん、ボール球はきっちり見逃してフォアボール、はい、で長谷川も伊藤がね、うん、勝負しに行って、はい、でそこでヘッドスライディングでアウトっていう形で、うん、これでいいじゃんっていう、でもその対戦した伊藤大海投手なんか帽子取ってね、うん、目してましたけど、なんか真剣勝負した後の、うん、そのなんか経緯みたいなものがすごく私には、うん、そうそう、あ、なんかいいなと思いましたし、だからもうそれで、うん、もう真剣勝負でやって、だからもうなんで歩かせへんのやとか、うん、だって過去で言えばあの小久保さんの引退試合、はい、西ノーヒットノーランだからね、今阪神の。あ、なんか そうらしいですね、うん、そうそうそう、うん、そういう論争が、あとあの、はい、去年かな、うん、なんかあの重信がなんか粘って粘って最後は打つみたいな感じとか、うん、結局そういう花も出せなきゃいけないっていう暗黙のルールが、うん、あれどうなんやとか、うん、これどうなんやみたいな論争が起きちゃうから、うん、来年からもう全員引退試合も全員神経勝負、これでいこう、はい、いや私もそれで
いいと思うんですよ、ね、だって今度あのゆうちゃんの時も栗山監督が、はい、いやもう気ぃつかなくていいんで真剣勝負でお願いしますって言いに行くことがニュースになってんじゃん、うん、なんか美化されて、はい、そんなも当たり前なのよ、うん、だそういうもう言いに行かなきゃいけない煩わしさとかももうなしよ、うん、それでよくない真剣勝負、はい、でその真剣勝負でヒット打てたらまたあすごいとなるし、そうなるし、うんはい、それの中で三振を抑えれたら、うん、すごいっていうことにもなるから、うん、まあもちろんねその花を持たせる美学としては、うん、わざと打たせるわざと三振するもまあ良かったのかも分かんないけど、うん、俺はもうガチでやった方がいいよね、うんうん、私は選手じゃないので気持ちは分からないですけどその自分が現役引退するんだったら真剣勝負してもし三振とかしてもそこでなんか綺麗に踏ん切りがつきそうな、うん、そうだから気がしますよ、ね、わざと三振だったら、うん、だからわざと打たせるんだったら、うん、試合じゃなくてもいいじゃんねセレモニーみたいなそうそう公式戦じゃなくても、うん、その試合が終わってからのセレモニーで、うん、確かにでそのエキシビジョンみたいなエキシビジョンマッチとかで、うん、よくないあそうですねだってあのドラゴンズがよくやってたのは、うん、オープン戦が引退試合なんだよあそうですね、うん、あそうだから俺立浪さんが引退試合の時も、はい、ピッチャー成瀬で、うん、でもそれはもうどんどん思い切ってくださいって言ってずっとまっすぐで、はい、で行ってたし、はい、だからそれだったらもう、うん俺も花持たせる花試合なんだったら、はい、オープン戦でいいやんと思う、うんその次の年の、うんでそれの収益上げたりとか、はい、だあのなんか収益くれるとこもあるらしいへその引退試合でお客さん入ってチケットの全部の収益の何パーを引退試合に上げるみたいなへ何千万くれる人いるらしいへえそんなシステムあんの俺そんなシステムじゃなかったけどなみたいなそうですかだからこう、まあうんうん、やってくれてありがたいっていう思いもあるし、はい、でもそれを言うの聞いちゃうと、うん、え引退試合で何千万もくれて、うん、だから逆に俺優しいのかもしれないそのやり方、はい、引退します、うん、ビッグネームね、はい、翌年の3月にオープン戦で引退試合してあげます、うん、でオープン戦だからチケット収入とかも普段薄いところを引退試合だとほぼ満席になったりするわけじゃん、ねうん、それによって何パーセントだから何千万になるよね、うん、何千万をその最後花時代の報酬としてあげます、はい、そしたらそのお金で税金払えるじゃん次の年のね、うんはい、だからその税金対策でも引退試合をオープン戦にしてあげるといいよね優しい優しいでしょ、はい、でしかも別に困んないじゃん誰も、はいうん、その球団もね、うん、それで全部あげるわけじゃないから、はい、でそのオープン戦で満員になることもあるし、はい、でセレモニーしても相手チームにも何らあれもないし、うん、そうですね戦う選手もね打率下がったりしないですし、うん、花試合だったらオープン戦だね、うんはい、で真剣勝負でいいんだったら公式戦だねそれ選べたらいいですね本人が真剣勝負したいとか、うんうん、より花を飾りたいだったらじゃあオープン戦とか、うん、でも球団がのお金払いたくないんでっていうかもかそうですねまあでも引退試合があるっていうことだけでやっぱ嬉しい、まあ、ありがたいよでも本当最近あのもう昔は超一流プレイヤーのレギュラーしか引退試合なかったけど、はいうん、今とか一軍でまあそこそこ活躍した人、うん、ほぼ全員あるもんね、うんまあ、そうですねなんでか知ってるビジネスになるっていうことに気づいたんだよね、まあ、いやそうですねでだグッズとかも売れるし、うんまあ、お客さんも満員になるし、ね、で選手も嬉しいし、はい、で関係者も嬉しいし、うん、ご家族も嬉しいし、うん、だからもう三方よしなのよ、うん、この引退試合をやればやるほど、はい、だからまあそういった意味でね、まあ、やることは、まあ、いろんなこともできるしいいかなと思うけども、うん、もう俺はもう花試合なし、はい、もう常に真剣勝負で、うん、三振するのもよし、うん、ホームランを打たれるのもよし、うん、もうわざとホームランを出せるわざと三振なしうん、で気持ちよく、うん、だって俺も松坂とか優ちゃんとか長谷川とか、まあ、他にあの中日藤井とか山井とかの引退試合も見たけど、はいうん、いや気持ちいいよね、うん、あれがなんか変な感じとかは全くしなかったけどね、うん、なんか優ちゃんとかもこうもう肘がとか言ってたじゃないですか、うんま、松坂とかもほぼ投げれてなかったからね、はい、だけどそれでも真剣に投げてる姿っていうところで、うん、私たちはあ頑張ってって思うじゃないですか、うん、でひょっとしたら打たれるかもしれないドキドキ感とかあったら味わえるじゃんね、うんまあ、そういった意味でも、はい、佐々木チャンネルは提言します、うんはい、2022年から全引退試合、うん、ガチ勝負でお願いします、はい、花を持たせないときはオープン戦です、ね、そう花試合したいときはオープン戦で、はいね、ここの炭焼きをしていった方がいいんじゃないのかなと個人的には思いますけども、はい、皆さんはどう思いますか